野津田車庫でバスを降りて、この坂道を歩いてスタジアムまで行きます。ここら辺は整備されてますが、しばらく行くと山道になったんじゃないかな。ここ、こんなに整備されてたかな。よいしょ。登りってだけでしんどいな。鎌倉古道らしいです。何年か前に来た時は真夏だったと思います。暑かったです。これを行きます。合ってます。間違えてません。前から人が来たので、ちょっとだけカメラを伏せときます。ランニングしてる人がいました。普通の道じゃなくって、せめて舗装されてます。とはいえしんどい。これ初めて来るのは不安やろな。間違えてません。あっちにもグラウンドがあるみたいです。サッカーしてます。電車乗っとるときは、半袖の人なんかはほとんどおらんかったんですが、半袖でよかった。暑い。
車が。うわ、どうすればいいんや。よけろ。よいしょ。車も通るんや。合ってます。登ります。家もあります。けど距離はそれほどでもないんですよね。松田公園で会ってます。この山の中を歩いてますが、合ってます。カラスもおります。そういや、ゼルビーってカラスかな？どうなんだろう。鳥ですよね。車両進入禁止、下りです、こっから。いろんな鳥がおるな。今の、なんだろう。ということでスタジアムが見えてきました。距離的には多分そんなに遠くないと思います。まあ、動画撮りながら、まあ喋るってほどではないんですけど、息切らしながらこうやって動画撮れて歩けるぐらいです。ゼルビーです。違うか、カラスか。熱っ。これね、ここまで来たらスタジアムが見えたら安心というか、ああ間違ってなかったんやな、この看板も間違ってなかったんやなっていうことになりますよね。徳島サポーターの皆さん、松田戦がまたあったら、来年うちは J1 やから松田線しばらくないかな。松田線あったらまた一緒にこの道を歩きましょう。駐車場も見えてきました。ではここらで動画を終わろうかな。
では行ってまいります。Thank you.